聞いてください、アネモネ。木漏れ日が私たちを包む、 T シャツの擦れが触れる、そんな近い距離、周りから見られる関係とはまだ少し首をする横で前髪を直したの、本当はあなたの肩にもたれかかって眠りにつきたかったの、でもまだきっと今ではないから、襟足に滴る汗を横目で見るだけ、小さなため時間、まっすぐに伸びた長いまつげにも気づけた、もうぬるくなってしまった、カフェラテ飲み干す、触れた肌がつい見え隠れする気持ち、本当はあなたの肩にもたれかかって眠りにつきたかったの、今では少し後悔してる、大きな手のひらいつか繋ぎたいって言ってしまえたらよかったの、マルチに影が落ちたら帰らなきゃいけないの、アネモネが揺れた、ああざわつく季節で、そっと顔を近づけてみる、本当はあなたの肩にもたれかかって眠りにつきたかったの、そしたら少し意識するでしょ、